象柄のバッグ出さないかちょっと見ようぜ。俺、う、俺がどんな映り方してるか。あいつ、俺は今日な、買ってきてんで、お、これ、どれや <laughs> ええ写真やん。俺、ちょ、見る <laughs> 俺見る皆さん、今から。スーパーポテトで、ゲーム買ってる僕を見てよ。見て、この、この僕を。じ <laughs> めちゃくちゃ、 カリスマやん。<laughs> なあこ。カリスマやんか、これ。完全に。マジ。<laughs> 疲れきってるな。ほんま朝早かったから。マジで疲れた。今日。ゾウのかっこいいカバン。これええやろ、このカバン。俺お気に入りやねん。このカバン。で、この T シャツもお気に入りやねんな。最近見つけた古着屋で買ったね。 海外のテレ、海外のカバンブランドが出してた特注の T シャツ。ええでしょお気に入り。これ、ダック。カモの絵が描いてるんだよな胸に。この可愛らしいこの像。ってくれこれ。これ絵やろこの像柄。俺だけのもの。な。男でトートバッグはおかしい。え <laughs>、これトートバッグなん。<laughs> な。な。もしかしてこれ女性用 このカバンって <laughs>、ちゃうよな。お前も一回会ってんな。めちゃくちゃ前にこの場で話したと思うんだけど、地元の友達と地元の、その友達の嫁と甲子園見に行って、ずーっと俺が一年半ぐらい愛用してたカバンが女性ようやって指摘されて赤っ端字書いた。こう、女物なんかこれな。もう一年以上使ってんねんけど。その時は完全にあれやね 女物やったけど。これ違うよ。これ男女兼用やろ。これ別に。なあ別にトートでもええと思うけど。エコバッグ <laughs>、エコバッグちゃう俺これに衣装入れてきて、行ってんねんからな。ナンバーまで。わざわざ。みんな、あのー、スーツはさ、スーツ用のさ、わかるスーツ用のカバンってあるじゃないですか。あれに入れてんねんけど。俺はスーツ折りたたんで、このトートバッグに入れてるから <laughs>。ええやろ。 やっぱ、それぐらいシャーな。ほんま。やっぱ出てるな、ここ。ここで出てるわけですよ。えー、そういう武骨さが。やっぱり。意図しないところで出るもんですからね。こういうのって。やっぱ意図したらあかんから。うん。楽天で1000円のトートバッグ。えー、これって売ってんのちょっと待てよ。この像のトートバッグって売ってるん非売品やろ。世界に一つしかないやろ、この。なんて検索したら出てくるんね、これ。 ウトートバッグで出てくんのかなちょっとマジで嫌やねんけど。俺、これ確か29%ぐらいで買ってんぞ。おい売ってるやんけ楽天で、ふざけんなよカラフルなウが可愛い特大トートバッグ。ダッサイな。特大トートバッグ。はははは。ちゃくちゃがっつり売ってるやんけ。1000円やん。ほんまに1000円やんけよ。 なあ。しかもお前これ完全に買い物用のトートバッグやん。なんか主婦みたいな女の人がサムネで着用イメージで使ってるし。近かよ、これ。ふざけてるね、これは。俺めっちゃええやんと思って買ったのに。マジか。ほら。売ってるでしょ、これ。楽天市場で。ちょっとショックやねんけど。 ええー、もう見つけたわ表買ったのに。これ使ってる俺。ネイビー使ってる。ほら、完全に買い物用よな、これな。ええー、本体背面にも小物やスマートフォンが入るファスナーポケット付き。せやで。めちゃくちゃポケットあんねんからな。2、2リットルのペットボトル4本入んねんぞ、お前。やめんなよ。くそー これは恥ずかしい。赤っ端やな。カラフルな像柄が可愛い特大トートバッグ。ダサいわ。マジ、特大トートバッグってすごいダサい。響きが。これはやられたね。買いや、皆さん。でも買えるってのはすごいわ。これ買い、こう流行るね、ほんまに。全然流行るわ。うん。<laughs> ちなみに、タグにレディースファッションって書いてるけど。 まあまあ、あの、今の時代、そんなね、男女で分ける時代じゃなくなりましたから。ああユニセックスなわけ。男女の垣根なんてないの。まさか、女性用のトートバッグを1年半も使ってるとは俺も思ってなかったけど。人生で2回女性用の、の、カバンを知らず知らずのうちに1年以上使うやつなんておらんやろ。まあ、ええわ。 俺は俺使っていくから。な。そういう時代やから、ほんま。それはもう女やん <laughs>。何がやねん。どこがやねん。これめちゃくちゃええと思ってんけどな。すごいオシャレやんって。めちゃくちゃオシャレやんけ。可愛い像がいっぱいおるし。周りから何も言われんかったんか。まあ、うん、あれ、毎回カバンには突っ込まれてたけど、すごいカバンやな。色が、色合いすごいな。 でも俺はそれを何かちょ、ちょっと誇らしげに受け取ってたから。せやろ。ええやろ、これ。みたいな感じ。鼻息荒く、うん。顔の周りに音符浮かべながら、ルンルン気分でそれをね、受け取ってましたから。マジか。これはやられたね。えー、ハイセンスな。まさに、ファッショバ、ファッショブルな、ファッショナブルなね。 受け取り方してたから。まあまあまあ。買ってください。でもこれ1000円で買えますから皆さん。あの、ぜひね。22日、再販って書いてるわ。再販されてるってことは多分これ結構売れてるってことやわ。うん。買った方がええで。これ流行れ。このカバンが流行れ。ほんまに。